こんにちは一年間いろいろとお世話になりましてありがとうございます、えー、記者の皆様には平成22年の一年間あ、まあ、元気な通信づくりのためにご支援ご協力をいただきましたいろんな意味での情報発信をいただきましたありがとうございます、えー、今日はですね一年間の主な出来事をご報告と言いましょうかあ、まあ、振り返ってみたいというふうに思っております まず1点目なんですけれども、二次救急臨ン病院のです、ね、体制強化に向けまして、医師派遣事業でございまして、この事業はの、まああの、市民の皆さんに少しでも安心していただけるという、そういう救急医療体制を整えるためにです、ね、三重大学と、津、まあ、地区、そして被災一市地区の両医師会のご協力のもと9月から二次救急臨ンの病院への医師派遣を開始をしました。 現在は市内ででつの病院で派遣を行っております次に津市の救急遠隔画像診断システムですが、今年の6月にですね、明大学の方で救命救急センターを開設をしていただきまして、まあ、そことの連携という形で、ですね二次輪場病院と専用回線でそちらと結んでですね、 画像を診断を見ていただいて、診断をしていただくと、8月から稼働を開始をしまして、ですね今、の三重大学を含め、11の病院で運用されております。あ、えー、今年は三重大学附属病院の救命救急センターの設置、医師派遣の開始、画像システムの導入という形で、まあ、あの救急医療体制のですね、 1、まあ、一つの基盤が作られたのかなというふうに思っております。えーまあ、さらにですね、市民の皆さんの安全安心していただける、まあ、医療体制、ネットワークの構築というものにです、ね、取り組んでまいりたいと思っております。次に福祉・教育分野における主な取り組みとしまして、子宮けがんのワクチンの接種費用の助成の予算書 また小学校1年生から中学校3年生までのです、ね、児童・生徒を対象としました入院費用の無料化を行わさせていただきました、えー、さらに来年9月の教養開始を目指しましてです、ねえー、津市学校給食の建築にも建設にも着手をしました、えーまあ、あの保護者の方から強い要望があったです、ね、この学校給食についても、まあ、いよいよ開始できる,のでできると。 いうふうに思っておるところでございまして。まあ、子供たちの成長に応じた途切れのない子育て支援の一環として取り組んでいるところでございます。え、次に、あの、スポーツ施設整備のですね、基本構想ですが。まあ、あの、ご存知のように、まあ、スポーツというのはですね、健康づくりや。ストレスの発散などですね。まあ、今、あの、日常の趣味の生活には、もう欠かせないものだと思っております。 またスポーツを通じて、ですねそれぞれの地域のコミュニケーションとか、人とのコミュニケーション、いわゆる今、一番欠けておるものというものを、ですねそういったものを施設を作ること、整備することによって、ですねそういったものがまた新たに生まれてくるのではないかなと思っています。今回の構想では、体育館、いわゆる野球場、屋内、屋外ですねの施設を一つのベースとしてですね、 またプールなどといった拠点、スポーツ施設の総合的な整備などもです、ね、進めていくつもりでございます。まあ、津市の実用に即したスポーツ施設全体の整備が行えるようにです、ねまああの、できるだけこれから、まあ、いろんな形で市民の皆さんがだからもご意見を聞いて、ね、えーまあ、この今後の在り方というものをです、ねえー、固めてまいりたいというふうに思っております。 次に今年な7月なんですけれども、エルバングルンプリーで津餃子が最優勝にに輝きまして、えー、今年10月に浜松で,です、ね、餃子サミットをさせて参加をさせていただきました、まあ、本市においてはです、ね、このサミットを通じて津市を全国的に PR をしたいと、また津餃子協会を核としてです、ね、えーまあ、あのいろんな意味で,です、ねえー、津市のさらなるアピールをしていきたい。 来年の秋にですね、そういった意味でですね、えーえー、このサミットをですね開催をして、開催をしたいというふうに思っております。次に NHK の大河ドラマ、郷、締めたちの戦国の放映を起きとしました情報発信ですから、情報発信ですが、来年1月から始まるわけですけれども、津、まあ、にゆかりのあるゴーが主人公という形でですね、 の本郎山公園、青少年公園なんかの展望台にはかなり訪れていただく方もいらっしゃるということでございまして、の、えーまあ、本郎山の中の展望台に、ですね豪にまつまる資料とか、そういうものをです、ね、展示をした資料室を設けさせていただきました。これからもっと少しその資料室も充実もしていかないかんと思いますし、こういういろんなさまざまなイベントを通じてですね、 えー、さらに寿司を全国的に P.R. をしていきたいと思っております。えー、最後に、えー、平成二十一年の十月の台風十八号によってですね運休をしておりました。 JR の名称線なんですけれども、これまでいろんな皆様方にご心配をかけまして、あのまあ、住民の方やら、です、ね、いろんな方のご協力を見えまして、全線復旧に向けて、ですね、まあ、大きな一歩を踏み出したと思っております。まああの一えにいろんな方に今申しましたように、ご協力をいただいた方に感謝を申し上げ、ですね、まあ、さらにですねこれから県、等とも連携を取りましてですね、 えー、この復旧に向けてです、ね、着実に歩みを進めてまいりたいと考えております、えーまああの。今申しました取り急ぎですけれども、救急医療や福祉教育、そして地域の情勢など、さまざまな事項に取り組んでまいったわけでございまして、まあ、23年もです、ね、市民の皆様と力を合わせて、 まちづくりにです、ね、さらなる取り組みに力を注視、まあ、あしていきたいと思いますので、引き続きご支援、ご協力をいただきますように、お願いをいたしまして、まずは私からの報告といたします。